まあ、11月にこの曲をシングルとして出した時、シングルジャケットを皆さん見てくれましたかね。あのシングルジャケットは八尾さんというカメラマンが撮ってくれたんですけど、あのベッドの上に俺がぶっ飛んでるみたいな写真ですね。あれは MV と同じタイミングで撮ってるんですけど、すごい広い館みたいな感じで、いろんな部屋があって、その中に寝室みたいなとこがあって、あのベッドが置いてあって、そこで MV、 そのビデオの方の撮影でちょっと待ってる時に、その八尾さんがいきなりそのベッド寝転んで、あのなんていうんですかね、ちっちゃい頃よくやるみたいな、こう腕の力だけで起き上がるみたいなやつを急にやり始めて、それやってるのがエモくて、これで写真撮りますかっつって、俺も一緒にやって、その起き上がって一瞬浮いてるところを八尾さんに捉えてもらったっていう。でもすげえ、その夢の中にいるっていう MV の世界観、歌詞の世界観ともリンクしてて、夢の中って現実ではありえないことみたいなのが起こるじゃないですか。それを、その違和感みたいなのを写真でも表現できたので、めちゃめちゃ気に入ってて、俺も12インチにして飾りたいなと思ってるぐらいですね。